はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれということでですね、星の皆様、超朗報でございます。スーパー朗報でございます。外交の安倍が帰ってきました。安倍外交復活でございます。はい、岸田政権がですね、安倍さんをですね、特使でマレーシアに派遣することが、確定いたしました。今調整中なんだけども、これはもう確定ですよ。来月のですね、上旬くらいにですね、安倍さんがですね、岸田政権からですね、特使としてですね、マレーシアに派遣されることが、決まりました。もう総理大臣時代ですね、その天才的なですね、外交手腕をですね、古いに振るってですね、世界中を震え上がらせてるわけじゃないけれども、あのトランプですらですね、安倍は竹馬の友だと言わせてしまうくらいのですね、鋭い外交手腕を見せた安倍さんがですね、その外交手腕がですね、岸田政権のもと帰ってまいりましたというニュースでございます。まあ、実際今日はですね、多分ね、このマレーシアに特使派遣、これね、かなり深い時間に流れたニュースなんで、知らない方が多いんじゃないのかな。昨日というか、もう日付変わってるから昨日かな。昨日はどっちかというとこっちの方の話題でですね、盛り上がってましたよね。安倍派ができるぞ。うん、あの細田派がですね、ついに安倍さんのものになりましてですね、名実ともにですね、細田派をですね、安倍さんがまとめるということが決まりまして、安倍派ができたということでですね、もうツイッターをワイワイ湧きまくってましたよね。僕ね、それね、仕事をしながら見てたんですよ。俺も一緒に盛り上がりてーとか思ったんだけど、今ね、メーカーはですね、年末に向けてですね、めっちゃ忙しくて、もう残業、バチポコ残業ですね。もうこんな夜中になっちゃったら、もうね、朝の5時でございます。俺、もうさっきね、ちょこっとだけ寝たんだけれども、これで動画作ってまたすぐ会社ですよ。もうね、大変。俺もみんなと一緒に盛り上がったよ。盛り上がったけど、でもですね、僕としてはですね、この安倍派閥ができた。まあこれ実際細田派ってね、まあ実際も安倍派閥みたいなもんでしたから、まあ名実ともに安倍さんのものになったということで、まあこれはこれでですね、あの保守としてはですね、盛り上がるニュースではあるんだけれども、僕としてはやっぱりこの深い時間に流れてたこのニュースね、安倍外交復活、あのこれを中心にですね、今日動画を作っていこうかなと思っております。うん、でですね、これね、でもね、この、ね、安倍派閥ができたということでですね、保守全体的に盛り上がってませんか？ね、すごいよね。で、このマレーシアの派閥に関してもですね、これね、あの、派閥じゃない、マレーシアへの派遣に関してもですね、これね、あの、これいい場所を僕は岸田さん選んだと思います。あのね、マレーシアってね、今回ね、本当にいい場所を選んだと思ってるんですよ。あのね、マレーシアって今ね、中国に押されてるんだよね。マレーシアってもともとですね、結構親日の方が多くてですね、日本万歳とか言っていたような方が多かったんだけれども、最近はですね、これ外交というか、貿易相手として中国のですね、比率が増していて、中国の言うことはやっぱり聞かないとですね、国が立ち行かないみたいな状況になってきているんですよ。でね、これマレーシア政府ね、この間のニュースなんだけれどもね、これ中国は TPP に入りたいとかとんでもないこと言い出したじゃないですかね。お前らでまともにですね、あの中国共産党の息のかかっていない企業がないような状態でですね、TPP なんか入れるわけねえだろうっていうのがですね、多くの方のですね、ご意見なんだけど、そんなん関係なくですね、中国はですね、TPP に俺も入れんかみたいなことを言ってきたわけですよ。でね、これね、マレーシアね、なんとですね、中国の TPP 加盟交渉入りにですね、期待をしていると。マレーシアは中国共産党を応援しますみたいなことを言っちゃってるんですよね。これね、経済的にですね、マレーシアかなり中国に依存してるから、こう言わざるを得ないという状況があるんですね。で、ここにですね、この、今中国に押されているマレーシアにですね、これ安倍さんを送ると。ね、安倍さんを特使として派遣をするということで、このね、マレーシアがですね、中国に依存しすぎないようにですね、これね、くさびを打ち込もうというのがですね、多分岸田政権のね、狙いだと思います。これはね、非常にナイスなチョイス。これをですね、一体ね、海外のですね、情勢に詳しいですね、ヤフコメの方々はどういうふうに見ているのかということをですね、また今日読んできたんだけれども、これだけじゃなくてですね、この安倍派閥誕生とともにですね、これ全体的に保守がね、なんかええ感じで盛り上がっているんですよ。これ見ました？これすごかったでしょ？これね、岸田首相、中谷元首をですね、人権問題担当補佐官に起用との意図を伝えると、中国問題を念頭に置いてという形でですね、今ね、世界中がですね、あの中国共産党のこのウイグル人ジェノサイドなんかを通じてですね、中国共産党のですね、この人権、弾圧はね、もうけしからんということでですね、西側諸国は全体的に声を上げていたじゃないですか。でもね、日本はですね、あのね、二階軍なんかで、あと公明党あのクソ公明党ですよ。公明党が邪魔をしてですね、非難決議すら出せないというような情けない状況だったんだけれども、この状況を打開するためにですね、岸田さんがですね、この中谷元さんをですね、人権問題担当補佐官に起用という形でですね、この中国に対してですね、どういう対応していくかって、中国に対してですね、対中包囲網にですね、加わるぞとね、その中心には中谷元だというような立ち位置をですね、この中谷さんを伝えたんですよ。これね、結構ですね、これね、これ取り上げてくれてるのが大機嫌でですね、中国もですね、これに関してはめちゃめちゃ反発してるんですよ。
と反発しているのがこちらでございますね。はい。中国、干渉を許さない。中谷氏の人権問題担当補佐官起用にということで、中国、早速文句を言ってきました。これね、どんな感じで文句を言ってきたか、読もうか、いきますか。うん。岸田総理が中国を念頭に新設をする人権問題を担当する、総理補佐官のポストにですね、中谷元元防衛大臣を起用する方針を固めたことについて、中国政府は外部勢力による干渉を許さないと、日本側を牽制しましたと。これね、一応ね、日本を念頭には置いてるんだけど、日本のそういう行動を許さんぞという形で、なんか名指しをしたわけではないんだよ。名指しはね、この辺でですね、結構日本ってやっぱまだね、中国に対して影響力あるんだね。名指しでですね、まだ批判ができないわけですからね。うん、で、岸田総理がですね、中谷氏のですね、起用を決めた、総理補佐官は、中国の新疆ウイグル自治区や香港などでの人権問題に対応する狙いがありますと。これは見事ですね。中谷氏の起用について、中国外務省のですね、王報道官はですね、8日の記者会見で、日本の内政にはコメントしないとしながらも、次のように牽制をしました。はい。指摘はするが、中国の内政は外部勢力による干渉を許さないということで、日本が何を言おうとも中国は変わらんぞみたいなことを言ってきたわけですよ。で中谷氏は現在ですね、人権外交を超党派で考える議員連盟の共同会長を務めてて、これね、高市さんなんかと一緒にやってましたよね。で、10日に予定をしているですね、第2次、岸田内閣のですね、発足に合わせて、正式に決定される見通しですという形でですね、こういうですね、見事な動きね、これね、ぜひですね、中谷さんが中心になってですね、中国に対しての非難決議、これまとめていただきたいと思います。ね、こういう記事もありますし、あと、もちろん細かいところから見ていくとですね、これ俺自民にね、これもね、すごかったと思うんだよ。これね、陸上自衛隊の弾薬搬入、宮古島の市長がですね、港の使用を許可しました。今までですね、これね、宮古島に弾薬をですね、保管しておくことができなかったりとかしたんですよ。ね、沖縄っておかしいのよ、全体的に。だってね、これ、沖縄にいるですね、陸上自衛隊の方々っていうのはですね、日本を守ろうとしてくれている。ね、なんなら、沖縄を守ろうとしてくれている方々なんです。ね、にもかかわらずですね、そのね、日本や沖縄を守ろうとしてくれている陸上自衛隊のですね、武器や装備をですね、保管しておくことをですね、沖縄は許さないとかわけのわからんことを言ってたんですよ。ね、でもね、今回やっとですね、この宮古島の市長がですね、これ、港の使用を許可してくれたおかげでですね、陸上自衛隊がですね、弾薬の搬入をできるようになりました。もうこんなことすらですね、こんなことすら時間かかっちゃうのが今の日本なんですよ。ね、沖縄はですね、やっぱり変えていかないとダメですよ。1ヶ月くらい前にですね、フランスで報告書が出されましたよね。僕もね、ちょっとだけ動画にしたんだけれども、中国のですね、影響力作戦というのがあるじゃないですかね。でですね、その報告書の中でですね、今世界の中で中国が狙っている2つの、場所という形で挙げられていたんですよ。1つがですね、フランスのニューカレドニア。そして2つ目がですね、なんと日本の沖縄なんです。ね、中国がですね、ここをね、中国のものにしてやろうとしてですね、狙っている、最も注意するべき場所としてですね、フランスのニューカレドニアとですね、日本の沖縄を挙げているんですよ。ね、この二つの場所の共通点というのはですね、もともとそこに住んでいた方がですね、日本、もしくはフランスからですね、独立をしたいと、ね、シリアじゃない、どこだっけ、ウクライナじゃなくてどこだっけ、ほら、ロシアがさ、自分たちのさ、ロシア人をガンガン送り込んでさ、そしてなんか選挙をやって無理やり独立させちゃった場所あったじゃん、なんだっけ、忘れちゃったな。あれと同じことをですね、沖縄とニューカレドニアで、中国は狙ってるんですよ。ね、沖縄にもですね、なんか沖縄国を設立したい、日本から独立をしたいとかいうね、おかしな人いるじゃないですか。ああいう人をですね、中国共産党が支援をしてですね、沖縄を日本から独立させようという動きがあるんですよ。ね、だからですね、その中ではですね、沖縄のですね、県知事とかですね、市長とかにですね、中国共産党の息のかかった人間を送り込んでるというのはめっちゃはっきり書かれてるんですよ。まあ、デニーのこと、めっちゃはっきり書かれてるんですよ。ね、だからやっぱ沖縄はですね、今後も注意していかないといけないね。でもそういう意味ではですね、これね、沖縄にですね、陸上自衛隊の弾薬を搬入することができた。これはね、地味に大きなニュースだと思いますよ。ね、まあ安倍さん関係してるかどうかっていうのはわからないけれども、うん、あとはですね、これ公明党でございます。もう公明党なんかぶったげっちまえばいいんですよね。公明党の山口代表がですね、一律10万円給付の異議強調、大学生はアルバイトが可能な人もいるし、奨学金が利用できる人もいるからですね、大学生にはいらないよ、高校生以下にだけですね、10万円を給付するぞというですね、もうむちゃくちゃ、もう論理むちゃくちゃ、高校生だってアルバイトできるけどそれはどうなのとかですね、もう お前も一般人にあっという間に論破されるようなことばっかり言ってるんですよ。で、ここに関してはですね、はい、高市さんがですね、見事に抑え込んでこれそうでございます。はい、速報、高市氏、自民党の公約と全く違う18歳以下への10万円給付ということでですね、高市さんが公明党をきっちりと抑え込んでくれそうな感じでございます。はい、自民党はですね、これね、18歳以下とかわけわからんこと言ってなくて、本当に困窮して困ってるね、このコロナ禍でですね、本当に困窮して困ってる人を見極めて、そこにちゃんと給付をしていこうということを政策として挙げていたわけですよ。それを完全に無視してですね、アホの公明党、あ、ちなみにね、さっき言ったフランスのね、報告書の中で
でですね、日本の公明党は完全に中国共産党から指令を受けているっていうことを書いてましたからね。これ、俺読もうか、これね。あのね、またこれ別の動画を出すわ、これ。あのね、あの、このね、フランスの報告書ね、本当にね、見事にですね、日本の急所をですね、言い当ててくれてるから、で、それをね、ちゃんと読み解いてくれてる記事をね、この間見つけたからね、これだ、また別の機会で俺動画にします、動画にします。うん。中国共産党の手先でね、その報告書の中でですね、はっきりと名指しをされたのがですね、この山口君を率いる公明党なんですよ。このもうぶった切っちまえ。もう高い、この辺はね、もう高い社に期待をしよう。期待をしよう。ね。今回ですね、はっきりとですね、自民党の公約と全然違うぞとはっきり言ってくれたわけですから、ね。もう、やっぱりね、高橋さんはええな、高橋さんはよろしいでございますな。うん、で、他にもですね、この保守化が喜ぶ動きっていうのはたくさんあってですね。はい、来ました、来ました。岸防衛大臣。みんな大好き、岸防衛大臣。はい、護衛艦出雲、F35B 発着へ、空母化回収を進める。という形でですね、これはね、ほら、今ね、出雲がですね、今回収されていて、空母化しているじゃないですかね。要するに、F35 っていうですね、アメリカから買った戦闘機がですね、離発着できるような感じで回収をしていこうという形がですね、今動いてるじゃないですか。ね。これで、この記事をね、おっぱいとかね、発狂してたみたいなんだけども、こんな感じでですね、日本のですね、この自衛隊もですね、徐々に変わってきているというようなお話でございます。そして自民党だけではなくてですね、これね、維新の会と国民、これね、国民民主党、この二つはね、まあ、注意をしなければならないんだけども、これ何がいいかというとですね、改憲です。はい。ね、憲法改正でございます。はい。これね、やっとですね、これやっとだよね、自民党以外にもですね、具体的に憲法を改正するんだっていうような動きがですね、野党の中にも出てきたという話なんですよ。今はですね、もう基本的には自民党だけが言っていて、でもね、自民党だけが言っているところも大きいんですよ。だってね、野党全部合わせたよりもですね、自民党の方が数大きいんだから、数多いんだから、そのね、一番大きい自民党がですね、憲法改正だって言ってるにもかかわらず、ほぼ全ての野党がですね、憲法改正なんてとんでもないとか言っちゃうもんだから、なんか自民党の方が押されてるみたいなイメージがあったんだけれども、やっとですね、野党の中にもですね、維新と国民民主党っていうですね、憲法改正に向けてですね、連携していこうというようなですね、党が生まれてきたんですよ。ただね、まあ注意はしとかなきゃいけないんですよ。維新の会のね、多分松井さんとかですね、吉村さんとかですね、なかなか嫌いにはなりきれないナイスキャラなんだけれども、まあ、そもそも維新なんていうのはですね、橋本徹、中国のことをですね、押して参るっていうですね、橋本徹が作った維新の会ですからね、なんか移民の問題も含めてですね、ちょっとね、維新の会はこう油断がならないんだけれども、でもね、憲法改正っていうのはですね、こういうもんだと思うんですよ。今まではですね、憲法を変えるか、それとも変えないかというような議論だったんですよ。それがですね、かなり前に進んでですね、憲法をどう変えるかという議論がですね、やっとできそうなんですよ。うん。そういう意味ではですね、維新と国民のね、このね、改憲に向けての連携っていうのはですね、非常にこれはね、僕としてはね、僕個人としてはですね、これはね、よし、おいでおいで、いいぞいいぞという形で歓迎したいと思ってます。うん。やっと前に進むんだよ。ね。だから、自民党案がいいのか、維新案がいいのか、国民民主党案がいいのかっていうですね、こういう話し合いが今までなかったんですから。ね。で、その中でですね、維新のですね、おかしなところをですね、一個一個指摘をして、だから僕らはこれから勉強していかないといけないよね。うん。これを一個一個で指摘をですね、ふざけるなとやっぱ言っていけばいいんですよ。それでいいんですよ。うん。でね、これ、あとね、日本のね、みんながね、わー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 言って、揉めていたのは、こいつ、林芳正さん。うん。今回ね、外務大臣になってですね、外務大臣になってですね、こいつ親中派で、この人は親中派なんですよ。これですね、これね、日中友好議員連盟っていうですね、中国と日本、もっともっと仲良くしようよっていうですね、うさんくさい議員連盟があるんだけれども、これの会長を務めているのがですね、林芳正なんですね。そして副会長、Cさん。はい。日本共産党のですね、党首であるですね、Cさんなんですね。あとは、小渕とかですね、野田とかですね、ちょっとね、うさんくさい人がいるからですね、この中のですね、この会長を務めているのがですね、この男、林義正。これね、この記事ね、台湾の記事なんですよ。ね。これ台湾はですね、林義正、マジですかということでですね、ちょっと記事になっちゃってるんですよ。うん。林義正ってですね、中国と仲良くしようよっていうようなことを言ってるやつでしょうと。こんなやつが外務大臣になってしまったらですね、台湾との連携どうするんだということでですね、ちょっと台湾で、ちょっと お怒り気味の記事を書いているんだけれども、これに関してはですね、僕ちょっと様子を見たいなと思ってます。林さんですね、二階くんのですね、右腕だった、あいつ、河村さん、河村、竹雄でしたっけ、どうでした、元官房長官の河村さんをですね、追い落としたじゃないですか。そういう意味ではですね、二階派をですね、力をですね、弱めたですね、功労者でもあるんですよ、この方。うん。とはいえですね、やっぱり、ね、親中議員であることにはね、変わりはないから、だからちょっと注意をしておかなければならないんだけれども、これね、なんでこいつを外務大臣に持ってきたのかっていうのが不思議でしょうがないんだけれども、これね、多分ね、役割としてはですね、このね、安倍さんをですね、これマレーシアに派遣するということが、見ても分かる通り、そして中谷さんをですね、これね、中谷元さんをですね、これね、対中国包囲網のですね、大事な部分である人権問題担当補佐官に任命したっていうのもあってですね、これね、中国に対してですね、かなり厳しい政策をこれから岸田政権は僕は
取っていくんではないのかなと思ってます。その際ですね、これね、なんだろう、これ反中反中、中国共産党なんかぶっ潰せって言ってるやつをですね、外務大臣にしてしまうとですね、もう完全にですね、これ中国を敵に回してですね、中国わっしょいわっしょで大騒ぎを始めると思うんですよね。でもね、これね、林芳正さんがですね、これ間に入ってですね、まあまあ習近平さんと僕が外務大臣やってるんだから、日本はまだまだ大丈夫だよとかね、嘘をついてる、嘘をついてですね、中国を油断させてですね、その裏ではですね、ゴリゴリにね、対中包囲網を狭めていくというですね、そういうね、なんだろうな、日本なりのですね、中国に対してね、嘘をつくと、中国をですね、騙す、ね、中国のですね、なんか、たばかるですね、そういう戦略ではないのかなと、ちょっと希望的観測を持ってるんだけどね。だからですね、これね、シェイシェイがですね、幹事長、そしてですね、この林芳正がですね、外務大臣、なんだこれ、この野郎、ふざけるなという声、めっちゃわかるよ。俺だってその気持ちはめっちゃあるよ。林芳正ね、僕ね、二階君のね、勢力を弱めるために僕、林芳正を応援してる時期あったんですよ。ね、河村武雄をぶっ飛ばすと、林芳正頑張れと言ってた時期あったんですよ。で、その通りね、ぶっ飛ばしてくれたんでね。で、二階君の勢力はさ、二階派って確か10人くらい減りましたね、今回の選挙でね。うん。だから、ね、その功労者の何だかはこれ林芳正だから、僕ね、ちょっとだけ期待をしています。ただね、これ、注意をしておかないといけないのは、もういくつかポイントはあるんだけれども、簡単に言うとね、習近平をですね、国賓として呼びたい。なんてことを言ったらですね、岸田先生がぶっ潰そうぜ。みんなでですね、林芳正をぶっ潰そうぜ。うん。この一言をですね、言わなければですね、林芳正さんですね、まあ、元防衛大臣もこの人は防衛大臣も務めることあるんですよという経歴でございますから、ちょっとね、まあ頭の良さもありますし、中国をだまくらかしてですね、油断をさしてですね、その間にですね、裏でですね、岸田さんとかね、安倍さんがですね、ゴリゴリに対中包囲網 を強めていくというような動きをですね、してくれるもんだと信じてですね、林さん信じてるよ。もう本当にね、中国に寄った発言とか中国のためになるようなことをやったらですね、もう一気火災にですね、ネトウヨがですね、大騒ぎするから、ほんと注意しとけよ。そんな状況になったらですね、あんた政権、あんたね、大臣の座失うぞ、間違いなく、うん、という形でね、注意をしながらですね、でも中国をええ感じでだまくらかす役割をですね、担ったのではないかなという期待を込めてですね、林さんちょっと見ておこうかなと思ってます。でも長くなっちゃったな、前置き長くなっちゃったな。というわけでですね、私がですね、一番注目をしてですね、はい、安倍外交復活、安倍外交復活、安倍さんが特使でマレーシアに行くぞというこの記事を読んでいきましょうか。いきますね。独自、安倍元首相特使でマレーシア派遣調整、安倍派も誕生へというですね、ネトウヨウホホ、ネトウヨウホホのこのニュースをいきましょうか。岸田総理がですね、安倍元総理を、来月の上旬にマレーシアに特使として派遣する意向を固めたことが分かりました。これはナイスチョイスですよね。うん、で、複数のですね、政府関係者が明らかにしたもので、マレーシアが日本を開発モデルとして導入したルックイースト政策が来年ですね、40周年を迎えるのを前にですね、安倍氏が現地を訪れ、イスマイル・サブリ首相と会談をする方向で調整を進めているということです。政府はですね、国会日程などを見極めた上で最終決定する方針でございます。またですね、安倍氏がですね、出身派閥で党内最大の細田派に11日にも復帰してですね、次期会長に就任する見通しになったことも分かりました。今のですね、会長の細田元官房長官がですね、次の衆院議長にですね、選出されることを受けたものでございますという形でですね、はい。でですね、このね、マレーシアにですね、安倍さんが行くということをですね、この海外情勢に詳しいですね、ネトウヨの方がですね、これね、いろいろこうヤフコメで書いてくれてるので、これ読んでいきましょう。非常に、ね、参考になると思いますよ。はい、1980年代にマレーシアのマハティール首相がですね、欧米先進国に追随してうまくいった途上国はないと見習うんであれば日本だろうということでですね、この日本のこともともと大好きなんですよ、マレーシアって。と言ってですね、ルックイーストを推進して、今やマレーシアはアセアンの優等生でございます。特使を出すのも大いに結構、対日感情も良いし仲良くしない国でございます。ただね、油断ができないのがですね、マレーシア今中国に押されていますからね、ここにくさびを打ち込むと、ここにくさびを打ち込むという意味でですね、安倍さんをですね、派遣するっていうのは本当にね、俺見事な手腕だと思うよ。うん、で、台湾にですね、台湾にも、台湾行ってほしいよね。台湾に安倍さんが行ったらもう大騒ぎだぜ、いろんな国が。はい。台湾にもですね、ぜひ特使として訪台をしていただきたい。民主主義はですね、何よりも重要な国是であることをですね、知らしめるのに十分な対応でございます。アメリカ、EU、他もですね、重要人物が訪台をしているので、早期に対応するべきでございます。いや、ほんとそうですよね。うん。で、これが適材適所かな。能力も必要だけれども、こういうのって顔が売れてる方が絶対にいいよね。ほんとそう思いますね。経由地としてですね、台湾に降りたらすごいことになるでしょうね。ほんとすごいことになると思うよ。もう中国大騒ぎよ。もし実現をしたらですね、岸田総理は期待の策士なんだが、まあさすがに難しいのかなと。
岸田さん側からですね、打診をしたニュアンスですけれども、実際はどのような経緯なんでしょうか。興味があります。これはですね、多分ね、岸田さん側からこれ打診した可能性は本当にあると思うよ。うん。岸田さんね、言ってるほどバカじゃないからね、俺結構期待してんだけどな。外交はですね、一から人間関係を構築するのは極めて難しい。オバマの時もですね、関係を作るのに4年もかかりました。だから岸田さんが一から作ろうとするよりも、安倍さんをこうやって派遣した方が効率的だと思う。本当ね、安倍さんのいい使い方だと思いますよ。うん。トランプ、プーチン、エルドリアン、エルドアンといったですね、癖のある首相と気が合うというか、話がしやすい雰囲気を醸し出すのか、外交については不思議な能力が終わりのようで、その資質をですね、安倍さんぜひ活かしていただきたい。本当そうですよね。マレーシアへゴルフ旅行に8日間行ったそうです。ホテルのボーイさんと仲良くなって雑談をしていたら、日本はいい国、日本人も他の国の人に比べて穏やかでマナーもいいとベタ褒め、お世辞はあるにしても、最後に日本人になりたいくらいだと、なんかマレーシアの方はマレーシアのですね、ホテルのボーイさんにおっしゃったそうですよ。うん、と言ったのには驚きました。まあそういう国なんでしょうねと。はい。韓国はですね、日本の成長モデルから学んで発展したのに、彼らはすっかりそれを忘れているのとは、マレーシアさん大違いですねと。パクさんはですね、明治維新以降のですね、日本を大いに参考にして、あの、パククネのお父さんですね。なんだか、観光だっけ、なんだか、どうするしちゃった。観光の奇跡を起こしたし、それ以降のですね、ハンナの、まあ、いや、それ以降のですね、大統領も閣僚もその事実を普通に公言していたのに、なぜ彼らの記憶から突然消え去ったのでしょうか。これ本当そうですよね。韓国って、バカだよね。なんか、尿素言ってるしさ。まあ、いいや。そもそもですね、安倍元首相自身が岸田氏を外務大臣にして、林氏、茂木氏をですね、登用したんだから、一緒に仕事をする上で相性が悪いはずもない。そうですよね。内政ではですね、賛否両論あったですね、安倍元首相だが、外交の辣腕ぷりには定評がある。また外交は人脈が大事だから、安倍政権時代の人脈を活かせるのならば活かしたいところ。安倍元首相がですね、活躍できる素地をですね、整えておけば、トランプ氏復活。あ、いいな、トランプさん復活してほしいな。トランプ復活にも対応できるし、元首相の肩書きは外交に出すのにですね、十分な格式と重みを備えていることは言うまでもないと、一席がですね、三兆にも四兆にもなるですね、妙手であると思う。本当そうだと思いますね。ということでですね、これね、やっぱりね、あの外交に詳しいですね、ヤフコメの方々もですね、これね、やっぱりこう安倍さんのですね、マレーシア特使派遣というのをですね、喜んでおられます。はい、ということでですね、これね、安倍外交復活、安倍外交復活でございます。はい、これマレーシアだけではなくてですね、いろんなところに多分ね、岸田さん安倍さんをですね、うまく使ってくれると思いますので、これに期待していきます。安倍さんがですね、これ外交でですね、これ海外に行くっていうことを聞いただけで僕たちちょっと嬉しくなっちゃうよね。でね、これね、日本のマスコミはですね、絶対にこれね、ほとんど報じないと思うよ。うん。安倍さんが何らかの失敗をやらかしたっていう時しかですね、日本のマスコミってバカだからね、報じないと思いますので、これね、海外のメディアの方がですね、これね、安倍さんが外交復活っていうのをですね、大きく捉えることになってくると思いますので、これ海外のメディアを僕ね、注意しながらですね、この安倍さんの外交が海外でどういうふうに評価を受けているのか、こういう動画も作っていきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、というわけでですね、安倍さん外交復活万歳という動画でございました。バイバイ。